奥ですよね。もう一個上があってそっから向こう側やから距離的にはあんまりないはず。昔はもうちょっと日本家に着いたんがあるよ。ああ。家を貸して。この先っていうことですか。この道。ここから先行かない。いや、僕は車置いとく。ああ。そうですね、この感じだと昔はやっぱ車が通れたんですかね、トラックが。あ、お墓のようなあれですか。あ、なんか見えますね。なんかな。ちょっといける感じですかね。
何なんですかね、なんかあったんですかね、かな、なんかすごい岩がゴロゴロ、いやこれがちらっと見えたからなんかな、ここに何かあったんですかね、なんかなんか変な、そうですよね、なんか昔の何かの境か何かの印があー、確かに、いつかこんなとこだらけだから、大丈夫ですか？大丈夫だよ。ああ、タラの目が。またバラみたいなとは、バラみたいな感じなんですかね。天ぷらね。ここは何？そうですね、きれいな水ですね。これはこれも多分誰かあと。ああ、なるほど。ああ、ほんまですね。
多分穴があったんだよね。埋まっとる。なるほど。なんかいますかね。なんか動物カタカタ言ってますね。そうですね、立派ですね。あ、道そっちなんですか。この上ですか。あの上第一次のガレが、うまいですね。
これ今はないんですか。ここへ入れ入れ。この感じは。あ、ほんまですか。そうですね、実際行ってみたらやっぱりすごい傾斜ですね。傾斜と広さですね。関越道とか昔出てきましたね。あ、そうなんですか。大旗があったんかな。鉱山で亡くなった方とかいう感じなんですかね。あ、そこへはなんかあの石塔みたいなのあった。あ、
そうですね、これはちょっと危険やと思う。あ、やべ。あとはもう頂上に来てる。あともう少しってことですね。よいしょ。何鉱山っていうんですか。龍徳鉱山。龍徳鉱山。穴が多いですね。あ、こっちと、こっちと、あ、向こうにも、あ、そこと、そこと、そこと、大きいですね。これだけね、斜めに掘っとくと思ったから。あ、重いですね。そうですね、あ、そうですね、切った後ですね、これ。この辺ってなんかお城でもあったんですかね。いや、全然わからん。なんか、お城まで行く道みたいな。こんななんか切った後ですね、絶対。ですよね、切った
あ、ありますか。あ、ほんまですね。もうこっから見るとほぼ直角ですね。食べないの。キノコは。あ、ごめん。怪しいキノコですね。もう完全に埋もれてますね。多分そこは大きい石だと思うの。かもしれない。うん。なさそうですね。カンカンがあったの。あ、カンカンがあるんですか。ここや。フルーツキャット、こ、なんか、昔見たことありますね、これ。僕はち、幼稚園の時。あ、宝冠町って書いてます。いや、もう反対側はもうなんか、石垣とかそういうのですかね。そうです、ないですね。なんか王子ヶ岳みたいな感じになってますね。なんだろう。わかりにくいんですけど、結構あれですもんね。